長引くコロナ禍で福岡の女性たちが一番我慢していることが。今年行きたかったけど、やっぱりオミクロンでやっぱ増えてるからまた長引きそうだなとは思います。韓国にライブに見に行きたいです。韓国行きたいです。韓国チャミスル飲みたいです。もうすぐ明日でも行きたいです。韓国に早く行きたいです。そんな韓国好きたちの間で盛り上がっているのが、もうそれこそ渡韓ごっこ、早くインスタとかでもめっちゃよくバズってる。行った気分にはなれました。福岡にいながら韓国旅行気分を味わおうという渡韓ごっこが話題です。韓国のグッズやグルメでおうち韓国を楽しんで行った気になるというものなんですが、今回その盛り上がりを取材するのは、服とかも韓国のサイトで買います。よくで、それでもう韓国に行った気になるっていうのが私の幸せ。未だ韓国旅行の経験はないものの、とにかく韓国カルチャーが大好きな横瀬記者。これまでも番組内で韓国カルチャーの取材をしてきた彼女がやってきたのは、博多阪急で一昨日から始まったイベント、九州初上陸の韓国インテリア雑貨やグルメが勢ぞろい。まさに渡韓ごっこを後押しするようなイベントです。あ、かわいい、このこれ見たことあります。私これなんかよく見ますよ、こういうやつ、クマのモコモコ系。なんかわかんないですけど、韓国ってめっちゃクマ柄めっちゃ流行ってるというか、好きな人多いらしくて、これめっちゃインスタ見ました。色がこんなにあるんですね。ほらさっき言ったじゃないですか、クマ、クマ本当に多いんですよ。かわいい、こんな顔してるんですね。ありがとうございます。すごい荷物ですね。今日あの渡韓ごっこができるホテルがあるということで、渡韓ごっこだったら必要だろうっていうものをたくさん持ってきました。昨日買ったやつ。あ、そうなんです、のパジャマ昨日買ったやつ、ちょっと出てこないけど。なんと今渡韓ごっこプランがついたホテルも登場。人気韓国料理店プサン亭とコラボして、部屋に泊まりながら美味しい韓国グルメ、さらには韓国コスメ好きのツボを押さえたシートマスクもセットになって楽しめるんです。実はですね、すみません、ちょっと今日こんだけ準備して挑んでるんですよ。私チーズラーメン、そうなんです、持ってきました。知ってます？知らなかったです。知らなかったですか、はい、美味しいんですよ。美味しいんです。美味しいんですよ。でもカップラーメンありますよね。カップラーメンも一応セットになって、でも種類は違うんで。あ、種類は違う。あ、よかった。はい、じゃあちょっと食べ比べみたいな感じで楽しみますね。こういう女性はよくこんな風に張り切って来られるんですか、皆さん。いや、こんな表立って張り切っては来ないんですけど。失礼します。わー、あ、素敵ですよ、すごい素敵な、え、これ階段ついてるのすごく上がるんですけど、わー、ベッドです、ベッドルーム。ちょっと、こちらのロフトのお部屋は最大4人まで宿泊できて、1部屋2万円より。渡韓ごっこのセットは部屋代にプラス3500円。わー、美味しそう。昨年末から SNS で評判になり、福岡に住みながら渡韓ごっこプランを利用する人が増えています。キンパ食べたい。横瀬記者、仕事ということを忘れ大盛り上がり。あ、買ったパジャマ着てる。渡韓ごっこプランを始めたマネージャーの日下さん、学生の頃から韓国が大好きで、現地の友達とは時々ネットで情報交換も。ちなみに日本で流行っている渡韓ごっこのことを聞いてみると、私知ってた。あ、知ってる。アイデアがいいと思ったよ。今韓国語も今も9時だから、9時じゃない、9時9時9時から9時まで、
うん、9時までだから、ソウルは。うん、で、まあ、だから大変だね。なんか、店さ、社長たちとか。ああ。クラブも、居酒屋も朝から遊ぶ。遊ぶ人たちもいる。なんか、朝の5時ぐらいから大丈夫かな。うん。うわ、満席。本当だよ。私は行ってないけどね。うん、俺明日オープンだよ。あ、お店が？何のお店だっけ、スパン。なんと今日ソウルで念願だった海鮮焼きの店をオープン。コロナ禍で厳しい状況の中での挑戦だそうです。海鮮。海さん。海焼き。はい。あ、じゃあ早くね、コロナが。終わったやつけ、うん、そうですね、早く終わったら会いたいです。